ちょっとでもあんたを信じた自分に腹が立つわ。あんたは誰にだって好きって言うんでしょ。メイドにも犬にも猫にもヤギにも。妖怪なんだって。新しいムチを買っておいて正解だったわ。シャツを脱ぎなさい。でも脱げ。はい。ちょっとどうしたの、サイト。体中傷だらけじゃないの。まさか。エレオノールお姉様に。いえ、まさかそんな。そうなのね。エレオノールお姉様の部屋にも忍び込んで、それで。お前、もしかして魔法で心が読めるのか。あのね、魔法なんか使わなくても、あんたが考えてることなんて見え見えなのよ。ちなみに今私が考えていること、わかる？サイト、許してあげる？うん。サイト、もう寝ましょう。うん。サイト、殺す。